トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。3月10日火曜日の朝です。今日はね、小雨が降ってます。まあ、北の方角から、東の方へカメラを回してます。いや、もう今日は朝から小雨、昨日の夜から降ってみたいですね。まだね、降り方が弱いんで、今のうちに飲水機変えて、本降りの前に、準備を終えたいと思います。今は真東ですね。カメラにもこう細かい雨粒が、つきますね。どんどん回してます。それではね、厩舎の中に入って掃除を始めたいと思います。おはようござ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 います。今日の糞の状態です。昨日より緩いみたい。はい、こんな状況です。パソコンの前に戻ってきました。ただいまの時刻は8時35分です。外のね、雨はパラパラっていう感じで、大したことまだないんですけども、これから降るということなんで、雨の少ないうちで助かりました。今日は、連合会の600キロ三沢の地区ナショナルレースの登録の申し込みの締め切り日です。この間連合会ね、期間率当日 40% ちょっとだったんで、翌日あんまり拾えてないかとは思うんですけども、70% か 80% ぐらいの参観なんじゃないかななんて思ってます。まだね、ちょっと気が早いんですけども、10日間の予報が出てきましたんで、最初の予報ということでですね、天気見たいなと思って天気予報出してます。これは関東地方なんですけども、18日、持ち寄り予定日の天気予報です。曇りマークと晴れマークですから、持ち寄りですからね。雨に当たらなければいいなという気がしてます。次に19日。19日は晴れですね。すごいですね、気温が。熊谷21度って書いてありますね。東京が17度。暖かいですね。この頃はもう桜も咲いてる時期ですよね。小金井公園の桜もそろそろだと思うんで、一回撮影をしたいなと思ってます。で、20日放休予定日なんですけども、放休予定日は曇りのち雨という予報で、あんまり関東地方は天気良くないですね。これが東北地方の天気予報です。18日、東北地方は雪と雲のマークですからね。天気悪いですね。19日が秋田は曇り、傘マーク。盛岡が晴れ、傘マーク。仙台晴れ、福島晴れってことなんで。東北地方も、北の方は、あんまり良くないのかな。良くないっていうか、ね、いろいろ変化があるみたいですね。で、放棄予定日の20日なんですけども、20日は、晴れ
後曇りとかで、東北地方はこの福島を除いて金曜日は天気良さそうですね。放球できそうな雰囲気ですね。ただ福島はね、曇りのち雨ってことなんで、どうも福島関東地方が、下り坂っていう感じなのかな。まあコロ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 変わる天気なんでね、この辺は明日になったら、みんな晴れになっちゃってるかもしれないんですけども。ということで、今の周期でいくと、宝球地の方は天気良さそうだけども、関東地方の方が、あんまり良くないなという天気予報が出てます。まあこれもね、10日先の天気ですから、どこまで信用していいのかわからないんですけども、まあ今の傾向は、そんな傾向の予報が出てるということを頭に置きながら準備すればいいのかなと思ってます。今日はね、この辺で終わりたいと思います。種鳩のヒナのね、孵化は来週ですよね。なことで、ちょっと今、レースも次は800ということを考えてるんで、感覚が空くんで、気持ちを少し緊張を緩めてですね、私の体もアリナミン飲みながら、次に向かっての気力をですね、高めたいと思ってます。なところで、今日のブログ、ビデオブログ終わりたと思います。本日もありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。